ジャクソン・ラスボーンはアメリカ合衆国の俳優。身長177センチメートル。愛称は J。1984年12月14日にシンガポールに生まれ、その後父親がモービルに勤めていたため、インドネシア、ロンドン、テキサス州ミッドランド、ノルウェー、ロサンゼルスに至るまで各国を渡り住んでいた。ラスボーンは地元のテキサス州ミッドランドで、 高校生の時に演技を始め、ミシガン州の由緒ある演劇専門学校、インターラカンアーツアカデミーで演技を専攻するようになる。高校卒業後、W ロイヤル・スコティッシュ・アカデミー・オブ・ミュージック・ドラマで演劇を学ぶ予定だったが、代わりにロサンゼルスで映画に出演した。短期間ロサンゼルスに滞在中、ラスボーンはディズニーチャンネルの ディズニー411に出演し、ヒラリー・ダフや姉妹デュオ・アリー・アンド・アージラにインタビューした。また、ザ・オーシー・シーズン3や、女検察家がナベス・チェイスといった、テレビシリーズに、ゲスト出演した。インディーズ作品に数本出演した後、イリュージョンホテルで大役を得た。その後すぐに ABC ファミリーの、ビューティフル・ピープル・ニューヨークの天使たちからのレギュラーとなる。2008年に、 ラスボーンは映画トワイライト初恋でジャスパーヘール役を演じる。ラスボーンはハイスクールで出会った友人と100モンキーズというバンドを組みボーカル作詞をしている。2009年には2曲のアルバムを発売した。俳優だけでなくミュージシャンとしても活動しているジャクソン。2011年は100モンキーズのメンバーとして音楽活動に力を入れるようで、 ライブツアーも行う予定のようだ。来年は百0モンキーズのライブツアーを南部の方で行う予定だ。あと僕の新しい会社パッチもエンターテインメントの下で他にも色々とやるつもりだよ。あとレコードレーベルも立ち上げるんだとゾウイ氏に抱負を語った。ジャクソンのバンドは彼がトワイライトに出演したことで一躍注目を浴び順調に活動している。 ラスボーンと交際中のシェーラハフサビが妊娠していると、米、アスウィークリー氏が報じた。2012年7月、第一子が誕生した。ありがとうございます。